国富町は宮崎県中部に位置する町である。町役場の位置する本城地区は、江戸時代は天領で本城側を利用した水分による物資の中産地として賑わった。現在は農業と先端産業の町である。本城側、綾北川合流点、宮崎県の中央部、宮崎市の北西隣に位置する内陸地域で北西から南東にかけて、 細長く伸びた形の町域となっており、南側が中心部にあたる。中心部から東端部にかけては宮崎平野の一角を占めており、特に大一部が多い。一方、北西部は九州山地の一角を占めており、北西端は家門岳の山頂にあたり、周辺には標高1000メートルを超すところがある。町域南部を九州一の清流である本庄側が、 東西に流れている。年平均気温は十八度。平均降水量は二千五百六十九ミリメートル、日照時間は二千百十時間。天領本城の代表的な商家は泉屋である。泉屋が農管機に透かせた和紙は十九世紀から二十世紀前半にかけての主産業となった。日立プラズマディスプレイ二千五年国勢調査に基づく四の小学校、三の中学校。 一の高等学校が所在する。小学校2007年5月現在の児童数は1204人。町立中学校2007年5月現在の生徒数は692人。町立高等学校本庄を横断する、町道高速道路県道主要地方道、一般県道一般路線バスコミュニティバス、江戸時代のホッケ学薬師塩壺の一本、桜よいまか。ありがとうございます。